川隆のラジオの時間。皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、はい、ちょっとなんか今日声が出てないみたいだね。そうですね。なんか僕はね、この久々の撮影じゃないや、これ収録ね、はい、1ヶ月前ぐらいかな、前ねやった時ね、と思うとその間のうちの半分以上は外国にいました。でその後帰ってきて福岡にいましたっていう感じで、ほとんど東京にいなかったんだけどね。りょうこちゃんもいろいろ風邪ひいたり。そうですね、結構体調崩しやすいんですよね。なので市川さんを見ていると本当に元気ですごいなって思って。あ、今回はドイツに僕が行って、でドイツで1週間ぐらいいて、でお客さんと合流して物件案内して、その後アメリカに行って、でアメリカで3都市かないて、で日本に帰ってきたってことで、まあ言ってみればヨーロッパ大陸行ってアメリカ大陸行って日本だから、これね時差で言うと面白くて24時間でしょ1日、はい、でまずドイツに行くと7時間遅れるわけですよ。でそこからダラスに行ったんですよ。そこから7時間遅れるんですよ。でダラスから国内アメリカね、ロサンゼルス、まあ、サンフランシスコロサンゼルスに行ったんだけど、そこから2時間遅れるんですよ。そうすると7プラス7プラス2でしょ、ってことは16でしょ。そうすると最後がカリフォルニアから日本が8時間なんです。だから、まあ、7728なんだけど、だいたい888みたいなもんだ、ちょっとざっくり言うとね、はい、っていうことは3分の1ずつ西回りで帰ってきた。西回りで飛行機に乗ると要は1日が8時間ぐらい、7、8時間増えたという感じになるわけですよ、はい、だから今日夜が長いな、夕方が長いな、まだ夜なんないなみたいな、その間飛行機にずっと10時間ぐらい乗ってるので、あたりの景色は分かんないんだけど、でもね人間の体調っていうか、着くともう夜とかになるからまたそこで寝れるわけですよ。だから西回りで、僕いつもほら最後は東回りで帰ってくるじゃない、ドイツに行ったらさ。でどっちがしんどいかって、これ、まあ、やった人なら分かるんだけど、東回りの方が圧倒的にしんどくて、ちょっと理由は、まあ本当の理由はよく分からないんだけど、体的な感じで言うと東回りで行くと8時間分仮に戻るとしたら、その間全てが吹っ飛んじゃう、先に進んじゃうから、あれ寝ないうちに朝になっちゃったよみたいな感じになるわけです、はい、それが逆に西回りだとまだ日が長いねみたいな、だから途中ちょっと何時間か寝れば意外とやっていけるっていうことに今回も改めてちょっと気づいて、もう時差ボケほぼないかな、すごいですね。なんで、まあお腹がね、お腹の時間、腸の時間が一番大事、腸内環境が、いわゆるだいたい決まった時間にあれをするっていうのが、だんだんほらそれは体内の調整がまだできないから、あ普通はこの時間じゃないところのお腹がちょっとあれかなみたいな感じになるんだけど、でもそれもだんだんもう徐々に慣れてきたんで、まあまあほとんど影響ないかなみたいな感じですね。すごいですね。はい、だからまあそんな機会はなかなかないと思いますけど健康に行きたいですね。元気です、はい、じゃあ行きましょうか。はい、今回は有言実行、発言のブレをなくす、石破新総理をはじめとするトップの在り方とは、今回の衆議院選挙自民党はかなり苦戦するというテーマです。はい、なかなかね、このポッドキャストでこういうテーマを取り上げるっていうのはあまりないんだけど、はい、今回自民党の総裁選っていうのがちょうどあって、僕が、帰ってきた翌日に総裁選があったんですよ。だからその間のその情報は全部 YouTube とか、まあ、ネットとかそういうところから出て、で、まあ、誰が勝つかな、ね、3候補ね、石破さん、高市さん、小泉さんで、この3人が多分、まあ、3強で、そのうちの2人が決選投票に残って、で誰になるのっていうのが、まあ、なかなか予測がつかなかったということなんで、割と注目してて、で別にその言ってる内容の話というよりも、それを見た国民とか、まあ、世論調査とか自民党員の調査とか、そんなような話の中で言うとっていうところであって、で今回、まあ、僕もドイツにいる一緒にやってくれてるパートナーの人から、高市さんが、まあ、今の日本に必要だみたいなこともおっしゃってて、で、あ、今回もしかしたら高市さんあるかなと思っていた、いて、まあ、決選投票に行くまでは、あ、これ高市さん行ったなと思ったんだけど行かなかった。でその理由について、ちょうどそのドイツにいるパートナーの人が、いや、なかなか日本最終的に高市さんを総理大臣にするってことはおっかなくてできないと思いますよって言ってたんですよ、ちょうど。で、あ、確かにいわゆる保守のいいところの右寄り的な発想
でいろんな発言をされてて、まあ、ブレないし論客だし女性だし、そういう意味では目新しいんだけど、いざとなった時に、まあ、どっちにブレるかっていうようなことなんかを踏まえて考えた時に、石破さんがあ逆転したんだという中で言うと、今回のね、そう自民党はかなり苦戦するっていう状況を今見てると、結局石破さんって5回目の挑戦なわけですよ。それで、まあ、非常にいいことを言うと、で、まあ、言ってることは正論のごもっともで、実際に総理大臣になりました、総裁選で言ってたことをコロッと知らん顔してというか変えましたと、これが批判になっていて、で、これが支持率の低下を招いているというところで、今慌てて公認非公認問題というところに手をつけて、やっぱり世論を気にしていると。でそもそも世論調査で支持率が低いから岸田政権が持たなかった、そこで石破さんになった。普通はご祝儀相場で最初の総理大臣になるときはだいたい 60% か 70% の支持率が来るのが普通なんだけど、 50% ぐらいでした。まあここ20年ぐらいの中で言うと麻生さんに次いで一番低いと。これ結構ね危機的な話で、でね、やっぱりね国民っていうのはそういうところをものすごくやっぱり見ていて、やっぱりあの石破さんは本当分かんない、これ本人も言わない、なりたいと思ってたと思うけどなれるとは思ってなかった、奥さんがそういうふうに言ってたけど。あ、そうなんです、ね、うん、だからずっと正論を言っていた。で実際に総理大臣になってみるとそれも言えないよね、いろんな党の事情もあってと、で急に変えた。これはやっぱり一番、まあ、石破さんらしさっていうのは何ですかって言った時に、そこまで全部考えて発言して、まあ、ただのちょっとね変えてみると、野党、与党野党があって、野党はいつも攻める、で今の政権を批判する、じゃあ実際にその野党が与党になったらどうなるか、あなたたちの 理想を掲げたって実際それで政治ができるんですか、日本の国を任せられるんですかと言って、まあ、1回15年前ぐらいに1回失敗してるというのもあるので、結局野党になかなか政権がいかない、だから自民党になっているっていう構図の中で、でもだんだん自民党ももうやりたい放題でずっとやってきてる、でこれはいかんということで、新しい総理大臣になったって僕はチャンスだったかなというふうに思う中で言うと、やっぱりちょっとね全然やっぱりらしくないなという感じなので、本当にあのもう今回、まあ、過半数割れするかどうかは、まあ、各選挙区の事情にもよるので、野党が野田さんになったんで結構、まあ、一本化できるようなところがあればそれはそれで頑張るんだろうけども、なかなか多分最終的にはそこまでいくのかどうかは分かんないけど、多分責任問題、やっぱり支持率がないと政権は今は持たない、はい、という時代を考えるとね、やっぱりねかなり苦戦するんじゃないかなという気がします。で石破さん自身がいろんなことが分かってるんだろうなと、だけど総理大臣ってやっぱりずっと様子見てるとむちゃくちゃ忙しいよね。まあそうですよね。で周りの人との打ち合わせとか、だって分刻みで休みもなくいろんなところの対応とかも全部やらなきゃいけない、その中でもちろん原稿書く人もいるけど、基本的にはその意思を持って貫いていくから、やっぱりね一本通ったものがないとダメで、っていうことはじゃあ何が悪かったかって思うと、これはなかなか難しいんだけど、総裁選でもっとどっちでも取れるような発言をしてた方が良かったのかもしれない。だからねこれはなかなか今はそういう時代なのかもしれない。でこれ時代の流れの中でそういう発言をしていた方がいいのか、そういう発言じゃなくて、だって改革を訴えたら改革をそのまま断行するっていう人の方が人気あるわけよ。だってこの二十何年間の中で一番やっぱり支持率高かったのが小泉さん、今の小泉純一あのさんのお父さんね、はい、70% ぐらいあってやっぱり圧倒的に強かった。だからまあ安倍さんも結構高かったけど、結局まあ何かを断行していくってことに関してものすごくやっぱり期待するところはあって、今の世の中っていうのは、自民党とはいえ何かを断行していくんで、ただ外交問題とか含めて高橋さんみたく総理になっても靖国神社参拝しますって言っちゃうと、そりゃいろんなとこから反発食らって本当に外交できるのかって話になるので、安倍さんは決して総理在任中は行ってないんだよね。やっぱりそこら辺が本当高橋さん大丈夫かなみたいな。だから今回のことを受けて次高橋さんが本当に首相になりたいんだったら、そこら辺の発言をなんとかしていくとか、それこそ小泉さんがまだまだ経験不足、役不足で、まあ、やっぱ勉強不足っていうところを考えた時に、一気にやっぱりそこまでの資質を問われたりするので、ブレちゃいけないっていうことに関してはものすごくやっぱり感じるね。発言のブレってね結構大きくて、で僕はあのよくね、何がトップになる時、まあ会社の社長もそうなん、
会社の社長も絶対そうなんだけど、自分が好きで例えばこの会社を作りました、それで、自分の責任でやってます、今私はその立場じゃない、はい、あんまぶれないのよ、もうもはやもはやぶれないって言うといいんだけど、でその途中でまあなんていうのか、まあ、雇われ社長というか、例えばそういう、まあ、その下の部長とかそこのトップになった時って結構ぶれたりするのよ。だから本当のトップってやってないと分かんないのかもしんないよね。でやっぱり僕も見てて思うけど、いつもさメンバーに対しての発言とかお客さんへの対応とかをさ、あのうちの会社は何を大事にしてるんだろう、どこを目指してるんだろうっていうのが分かんなくなると多分みんな迷うよね。まあ、そうですね。で私の話ってそんなに変わんないでしょ、はい、その変わんないといつも言ってることは多分変わらない。具体的に何をやるか云々っていうのはちょっと置いといても、どこを目指すんだ、何をするんだっていうことに関しては本当に変わらなくて、そこが全く、だから政治って本当に難しいなと思うのは、本当に言ってても数の論理だったりするし、なかなかできなかったりするし、本当にあれだけの人数をまとめて、で国民に対しても訴えていかなきゃいけない、片や議員に対してもいろいろやっていかなきゃいけない、で自分を支える人いろいろその中で拮抗してる勝負をしてる人とかいろんな人がいる中で、本当のリーダーシップは問われるんだろうなって感じがものすごくやっぱりするよね。ということから考えると、今回石破さんに関しては正直で弱い、弱いですかね、弱いと僕短命だと思うよ。これは割と一気に過半数割れするかとは野党次第なんだけど、チャンスは野党もあるはず。不動産の仕事とかやってると安定を望むんですよ、実は不動産の仕事って。だからその個人的には保守でこのまま、保守ってこのまま保守だから、保つ守るだから、はい、で言ってほしい気持ちが今経営者になって やっと初めて、改革されてっても困るわみたいな気持ちも多少あったりするんだけど、だけど政治っていうのは本当に面白くて、そこでひっくり返ったりもするし、今だってドイツとかも極右党、極右政党っていうのが第一党になろうとしてるわけで、イタリアかな、ここも極右、極右要するに 右ですよ、国を守っていくんだみたいなところが言ったり。でもアメリカってさ、民主党と共和党で保守と、まあ、リベラルみたいな話が今ほぼほぼ拮抗してるからね。今回はどっちが勝つかわからないらしいよ、ハリスさんって話がちらほら出てるけど、結局マスコミは多少左寄りだから、そうなんです、ね、そうしないと見てる人がちょっとなんだろうな、知的刺激を受けないというか、そんな感じだったりするので、田舎の農村だと何も買わなくていいよみたいな感じじゃない。 でもそんなレベルじゃもうなくて、田舎の農村のおじいさんたちとかいうお年寄りの方だけをターゲットとしてるわけでもなくて、多分ね結構変わってきてるんじゃないかなっていう感じがものすごくします。で特にテレビだけじゃない、いろんなさ YouTube とかさ外国で見てるじゃない。そうするとさ、絶対思惑がいっぱい入ったような番組ばっかり並んでるわけ。ぜひその人の主張をうまいこと言ってたりして、だからそこのバイアスも非常に難しくて、だから例えば誰々の不安だからといって誰々を、支持 してるって話とまた全然違うベクトルが働くから、そこは考えた方がいいんじゃないかなって気もするし、でもやっぱりだからそういう中でなんだろうね、ブレーンがちゃんといて、ちゃんとそういう人がいてくれて、なおかつ自分の立ち位置とか分かった上で本当にできるっていう、だから小泉さんなんかそういうの勉強してちゃんと、別に彼別にあと5年10年経ってから総理大臣やったっていいわけだから、チャンスは多分来る可能性あるから。だって知名度に勝る凄さっていうのはないのよ、実際は。知らない人には投票しないから、知らないとこから買わないんだものはね、まあ、分からないですね。そうだから知名度っていうのを得るっていうのはものすごく大事だけど、そうすると注目された時に中身がないとこいつどうなのみたいな話になったりするからさ、こういう世の中の時にはちゃんと考えなきゃいけない中で、石破さんはなんだかんだ言いながらいい立ち位置にいたのよ、ずっといい立ち位置で非主流派と言われたけど、一気に主流派になって、まあ慌ててることはないのかもしれないけど、あの僕の感想を言うとですよ、石破さんいい人すぎねえかみたいな感じ、割とだからもっとしたたかにやってた方がいいけど、多分最初にくじかれるともう難しいと思う。一回やめて、まあ、安倍さんも一回やめてもう一回出直したりしたけど、そっちの方が実は正解かもしれない。でもあの人ももうそんな若くないから、そこら辺は難しいのかもしれないよね。でだから今回は本当に1年持たないかもしれないね。だって支持率が低迷していくしかないわけよ。 50% がだから上場した時の株価もそうだけど、最初が高くてだんだん下がっていってさ、また次の次にならない限りなかなか株価自体はなかなか上がっていかないんですよ。でそういう時に本当にどう考えていっていいのかっていうふうに考えた時に、今までも自民党もトップを変えればなんか世論も変わるんじゃないと思ってた節もあると。だって
政治資金問題の裏金問題でこれをうやむやのままにしてていいのかっていうところで、まあ、別に岸田さんがあれもともとやったわけじゃなくて安倍さんが時代にやったやつを全部こう掃除してきっちりやらなきゃいけないのがやりきれなかったんでダメだった。でもそれを受けた内閣でそこをうやむやにしようとした雰囲気の中で一気に支持率がダメになって、でここに来て持ち直しているけど不協和音だうんぬんなって、これねここから頑張ったところで結構きついと思ってますね私はね。だから一回まあ一回野党にやってほしいとは思ってません、正直言うと。野党もそこまでの人材も現実問題いないのかもしれないので、だけど大いにそこら辺は勉強して やった方がいいんじゃないかなって感じはちょっとしますけどね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。